カモルスです。今日は We are Rabbit Cat。ラビットキャットから皆様にお知らせがあります。こんにちは。こんにちは。ラビットキャットを知らない人のためにちょっと一言。ラビットキャットは僕が新しく組んだアカペラグループです。でここにいる3人とあとそこにいるベースボーカルのケンと5人組の男女混合アカペラグループラビットキャットです。よろしくお願いします。お願いします。で、ラビットキャットってアカペラグループを組んで、今3ヶ月ぐらい経ってるんだけど、うん、カバー動画今のところ4本上がってるんですけど、うん、それ以外にこの人たち何やっとんのと、うん、ファンの方に思われてるんじゃないかなと思って、絶対思われてる。間違いない。絶対思われてる。俺がファンだったら思うから、うん、今日は、我々がどんなグループで、うん、今後どんな活動をしようとしてるのかとか、何を目指してるのかとか、うん、そういった話はできればいいなと思って、この動画を撮っております、はい。はい。初めてですね、こういうトークの動画、ね、更新とか。初めまして。初めまして。さて、まず最初に今日ねお知らせしたいこといっぱいあるんですけれども、うん、まず一つ目のお知らせは、はい、一つ目のお知らせなんですけれども、我々これまで4曲カバー曲を出してきたんですけれども、はい、この度初のオリジナル曲を出すことが決まりました。イエーイ、お願いします。イエーイ。いや、やっとですね。やっとです、うん。この最初のオリジナル曲なんですが、10月末に出ます、うん、はい、はい、もうすぐ集中ですね。もうすぐですね。はい、そう、今まあ、音を詰めてたりとか、うん、エンジニアさんに頼んでやってもらってるんだけど、あと MV も今一生懸命作ってるんですね。はい、うん、そう、今回いろんな人の力を借りて作ってるので楽しみにしてください、はい。もう並々ならぬ気合が入ってるでオリジナル曲なんだけど、その10月末に第1弾が出ますと、うん、で今後も、カバー曲ももちろん出しますが、オリジナル曲も定期的に出そうと思ってます、うん、はい。で第2弾は、12月末に出るよ。年末ですね。はい、え、大晦日に出るの？いやー、大晦日の曲じゃないんだ確かに確かに、まあその頃のね、そうだね、年末の感じだったな。クリスマス曲でもないし、まあ7、8月確かにいいよ。まあ年末にもう一曲出しますと、うんうん、でその後も 2,3 ヶ月に1本ぐらいのペースでオリジナル曲を出していきたいと思ってます、うん、はい、そうですね。でちゃんとまあ数字のね目標というか、自分たちで考えているものもあって、うん、まずは直近の目標としては、うん、オリジナルの MV で10万再生を目指すというところが一つ目標、橋本の目標ね、そう、はい、になってて、まあ、そこからそこから頑張っていこうと。お願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい。まあ、あとは大目標もあるんですよね。そう、ゆくゆくは MV 再生1億っていうのを僕はずっと掲げてやってまして、うん、で今回このラビットキャットを組む時も、SNS でメンバー募集したんだけど、その募集要項で、MV 再生1億を、達成するような、アカペラグループをやりたいと、はい、もう書いて募集してたので、はい、ゆくゆくはそこに行けるように、いいオリジナル曲を、たくさん書いていきたいなと思ってます。これが1個目だね。そうですね。カバーもまあみんな期待してくれてると思うので、カバー動画もやりつつオリジナルも定期的に出していくよと、はい、いうのが我々の活動方針の一つです。まあ、その頻度なんですけど、うん、そうですね、カバーとかオリジナル曲とか、まあ、交互に大体月1で YouTube の方に上げていけたらいいなというふうに思っております、うん、はい、たった月1本なの、うん、少ない少ないって思われてる方もいるんじゃないかな、絶対おるな、ね、思うんですけど、はい、SNS、 別の SNS では TikTok を主に活用していきたいなというふうに思っておりまして、うん、これからね、頑張っていこうと。はい、YouTube の方には、まあ、フル尺のしっかりとした作り上げたカバーを上げて、あ、まあ、オリジナルもなんですけどね、うん、TikTok の方には例えばサビとか20秒くらいの短いカバーをいくつもコンスタントに上げていけたらいいなっていうふうに思っていて、うん、TikTok ってきてつい YouTube TikTok って感じじゃない？何やな？というグループをね。まあでもこれでイメージつけられるんじゃないかなと思ったんですけど、そんな感じでやっていきたいと思っております。はい、はい、はい。TikTok ね、アプリ持ってないよって人はぜひこれを機に、スマホに入れちゃって、我々ラビットキャットフォローお願いします。よろしくお願いします。まあそうだよね。多分 TikTok の活動が一番こうこまめに更新されていくことになるかなとは思いますね。うんうんうん。まあ、もし TikTok 持ってないなという方とかいらっしゃったりもすると思うので、あの Twitter だとか、うん、まあ、いずれは YouTube のショート動画とかにも上げていけたらいいなというふうにも思ってます。そうですね、まあ、Instagram のストーリーだったりとかに投稿する可能性もありますし、うんうん、Instagram のねフォロワーが増えたらインスタライブだったりとかも、やりたい、やりたい、
ようになるので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの内部情報暴露するとですね、インスタのフォロワーが1000人いったら初のライブやろうっていう話、これ言っちゃって大丈夫だな。いいよ。そうっていうのずっと掲げてて、でも途中まですごいこう来てたからもうやめないやめない。ぜひね、皆様の早くね、ライブ配信やりたいんですよ。お力をお貸しくださいませ。1000人までお願いします。あとあの自分たち の YouTube チャンネルとかは今のところ作る予定はないんですけど、うん、当面ね、あのそうですね、まあ、あの TikTok でオーバーズにしたりだとか、うん、あの割と自分たちが影響力持っててきたなっていう風なタイミングがあったら、うん、あのいずれ作りたいなっていう風に思ってます。はい。でね、インターネット SNS 以外にも我々はあのライブ活動もね、うん、精力的に、やっていきたいなと思っているんですけれども、うん、我々のライブがね次決まりまして、おこれすごいですよ本当に。えすごいよすごいよすごいよ大丈夫え発表しますね我々なんと来たる12月にワボックプレゼンツ災害ボランティア支援ゴスペラーズアカペラコンサートに出演いたします。やばい、本当にすごい。やばいね。やばすぎる。めちゃくちゃ楽しみです。はい。ですよね。はい。まあライブの中身としてはゴスペラーズさんと、あとはまあゲスト枠としてトライトーンさんと、そして我々ラビットキャットが。これはもう言葉が出ないね。これはもう。この名前で。やばすぎる。やばいですよね。そうですね、こちらね、12月19日に配信ライブとして予定しておりますので、うん、ぜひ皆さんこちらね、あの収益すべてボランティア団体で寄付させていただくというチャリティーコンサートになっております、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日動画で話した内容は今時点のみんなで話し合った方針です、うん、なので今後臨機応変に変わっていくこともあると思います、はい。まあその時はまたこういった形で動画で報告できたらなと思います。動画か文字かちょっと分かんないけど、うん、何らかの形で報告したいと思います、はい。で今あの TikTok だったりあの、まあ、各種 SNS でいろいろ新しい挑戦をしていってるんだけど、うん、なのでこれからもあの今までやってこなかったような挑戦もしていくと思うので、変わっていく我々をね応援してもらえたら嬉しいなと思います。そうです、数ヶ月後には全く別の目標掲げてるかもしれませんからねTikTok やめますねそれは嫌だな当面はあのカバー動画とか YouTube の大きな動画はトールスチャンネルの方に上げさせていただきたいなっていうふうに思っております、ね。うん、はい。まあ、まずはねあの直近の今月末のオリジナルソングをお楽しみに。いやそうね10月末に上がるのでぜひよろしくお願いします。お願いします。そして12月のオボックアカペラコンサート頑張ります。お願いします。頑張ります。ということで、それではラビットキャットからのお知らせでした。バイバーイ。